少年？俺だ。俺だよ、この子。無限城に置き去りにされた頃の。お兄ちゃん、ここどこ？ここは。何するんだよ。なんでこんな。落ち着きなさい、源氏君。これは敵が仕掛けた。なんで？これが狙いというわけですか。彼にとって幼い頃の記憶が激しい感情の爆発を引き起こすほどの心の傷になっていることを利用して、かわしたはずですが。間違いない。以前戦った時、いや先ほどと比べてもパワーアップしている。無限城の中にいることと何か関係が。この無限城に彼にパワーを与えている何かがあるとでも。面白い。いけない。私まで敵さんの手に乗るところでした。今の君は大事な仕事のパートナーでしたね。実に残念です。あなたには目を覚まして。これはこれは、銀次君、いつの間にか随分と増殖されて。なるほど、そういうことです。間違いねえんだろうな。あ、カズキの持ってた図面をチラッと見ただけだがよ、間違いねえ。イルは上層階のどこかにある。あなたが本物ですね。赤羽さん、一体何を。周りをご覧なさい。うわ、俺がいっぱい。なんだよこれ。銀次君、電撃です。レスに向かって早く。これは全てはあの装置が見せていた立体映像、あの通路の様子、その全てが。自らをスクリーンとして立体映像に混じり、私たちを襲うつもりだったわけですね。ま、どうでもいい連中ですが。一応始末しておきました。敵は無数の偽物と一緒に私が本物のあなたまで倒してしまうことを望んだようですが。そんなことありえませんよ。本物のあなたがそう簡単にやられるわけはない。ね、銀次君。さあ行きましょうか。母上、早く逃げなさい、カズキ。母上、嫌です。僕だけ逃げるなんて、そんなこと。流派を守るためです。そのためには、お前は生き延びねばならないのです。でも、どこへ行けば。無限城。すみません、母上、あなたの望みは叶えられそうにない。卑弥呼さん、よかった。
無事で。誰だ、ひみこって。おい、彼女しっかりしろ。薬だ。これ飲みは助かるぞ。おい。じゃあねえな。ふん。お前ご自慢の立体映像システムとやらも突破されたな。必要なデータは取れた。すべて予定通りだよ。はっ。くだらねえ。いつまでもめんどくせえことしてねえで、さっさと。おやめなさい、フード。け。ねえ、さくら。はい。キリストは、彼一人では不十分だったと思わない？え？弟子の一人、ユダの裏切りで十字架にかけられ、後に復活することによって、キリストは真の救世主となった。僕のレンズも同じさ。もう一つのユダが必要なんだよ。わかるかい？あの奪還ヤどもはあらかじめ裏切られているのさ。すべてはカリキュレーション。計算の答えは出ている。だから君たちは僕に従っていればいいんだよ。彼のようにね。ねえ、十兵衛。さて、お待ちかね。君たちの出番だよ。ターゲットはビーストマスター冬木シル、そして邪眼の男御堂伴。あ、起きたか。うわー、なんだよ。あんた男だったのかよ。そういう君は女の子だったみたいだね。うっせえ。傷はもういいのかよ。なんとかね。ありがとう。君が助けてくれたんだね。レンだよ。薬やレン。レンならじいちゃんにいいな。じいちゃんが作った薬で助かったんだからよ。気がついたかね。あ、じいちゃん。あなたが？薬やゲン。すっかり良くなったようだな。ありがとうございます、ご老人。いや、あんたの回復力は驚異的なんじゃよ。この無限城の中では外の何倍も早く傷が塞がるが、あんたは特別のようだ。このレンもそうだがな。んなわけねえよ。こんな弱っちいのがここで生きていけるはずねえもん。大方外から誘拐されてきたんだろ。そんなとこかな。やっぱりな。そうだと思ったぜ。これだからよそ者は困るんだ。いいか、無限城ってところはだな。ボルツ？え、ああ、あんたは知ってんのか、ボルツのこと。少しね。ボルツが仕切ってた頃はここもマシだったんだけどな。一応ルールみてえなもんがあったし、あんたみてえのがひでえ目に遭うこともなかったしさ。すごかったぜ、ボルツのコアメンバーは。みんな俺の憧れさ。俺なんか遠巻きに見てるだけだったけど、四天王がいて、そしてあの雷帝がいて、それが今じゃ悪党どもがマクベスの下に集まって。マクベスがどうしたって？チワー、集金です。お前ら、こないだので最後だ。金目のものなど残っとらん。あら、約束が違うんじゃないの？聞こえたぞ、こら。マクベスの悪口言ってたろ。反逆罪だぜ、反逆罪。うるせえ、話しやがれ。おうおう、上等だよ。おい、おめえら、二度とこんな口が聞けないように。何？これは？二人をどうするって？カズキさん。二度とこの店に近づくな。もし近づけば、今度こそ。はい、わかりました。すみません。あんた、本当にいたの、カズキ？ネック。はい。もうここにボルツはいない。でもね、次は君たちの時代が来るんだ。いや、もう来てるのかもしれないよ。はい。あ、どこへ？マクベスに会って問いただす。なぜこんなことになってしまったのか、その訳をね。待ちなされ。
マクベスのところに行くというが、居場所は知っておるのか？いえ、詳しいことは。ただ、上層階らしいと。とりあえず、どこかで彼の仲間を詰問して。甘いな。え？奴は人の心の弱さを知っておる。人の心の闇の部分をな。心の闇？奴の配下を捉え、問い詰めても何も答えはせんよ。自分が喋ったと誰かに密告されれば、死よりも恐ろしいこの世の地獄が待っておる。マクベスはそうして己の支配を強固なものとしてきたのじゃ。人々が互いを疑い監視し合う、そんな世界を作り上げてな。なぜだ、なぜあのマクベスがそんな。来なさい、カズキ君。微力ながら君の手伝いをさせてくれ。あの恐るべきレンズの在りかに君が少しでも近づけるように。え？あら、起きた？レディーポイズ中間やヘブンよ。ち、ここはどうやら敵のアジトらしいわね。で、あんたは何やってんの？忠告聞かずにのこのこついてきて捕まったってわけ？そっちこそ偉そうなこと言ってたわりに捕まっちゃってるじゃない。うるさい。何よ。何さ。やめやめ、こんなことやってる場合じゃないわね。同感。とにかくここから抜け出さないと。おうおう、起きたみてえだな、美人さん方。ご機嫌いかがかな。美人って言われて悪い気はしないけど、あんたたちの汚い顔見てたらなんだか気分が悪くなってきちゃった。なんだと？このアマ。あとはよろしくね、他人任せの。俺たちの顔がなんだって？自分の立場ってやつを分からせてやろうか。え？ねえ、あ、背中が痒くなっちゃったの、描いてくれない？あ？てめえ舐めてんのか。俺たちはな。お願い。まあ少しくらいなら。おう、背中くらいな。鎖を外しなさい。これは私の切り札、7番目のポイズンパフューム、クグツコ。それって私の体から出る匂いなの。さてさ、一足先にイルのアリカを探し出すわよ。バン君たちは合流するなり連絡取るなりした方が。私がタダで捕まると思う？これは追尾行。私が通った後にはこいつの匂いが道しるべとなって残っているわ。意識を失う寸前、ゼロコンが数秒の自由だったけど、こいつをまとうには十分の時間だった。分かったでしょ、ワンなら気づくはず。行くわよ。これがレディーボイスの工藤姫子、プロの実力ってわけね。でもなぜこれほどの腕利きが詰まっているのに、ひどく嫌な予感がする。バン君、銀ちゃん、どうか無事で。これはこれはわしとレントで作った無限城中層階までの図面じゃ。ここがわしの店になる。我々が潜入した入り口はここです。そしてすぐに毒炎を使う敵に襲われバラバラに。その後僕に化けた敵が仲間に近づき、僕も不覚を取ってしまって。それは妙じゃな。それでは君らの潜入直後、すでにマクベスはそれを察知していたことになる。確かに上層階にいるにしては手際が良すぎますね。かといって下層階にも7階までの間にもそれほどのスペースは見当たらない。意外にもっと下だったりして。もしそうだとしたら。さあ言え、マクベスはどこにいる。知らねえ、俺は知らねえ。おい猿回し。ああ、敵は本当に上にいるのか。どういうことだ。見ろよ、ダストシューター。こいつは普通ずっと下のゴミ収集所までつながってるもんだ。多分独自のゴミ処理施設があるんだろうがな。それがどうした。そのダストシューターから
卑弥呼の追尾口の匂いが上ってきてんのよ。ひょっとしてマクベスの野郎がイルを持って潜んでやがんのは上じゃなく地下、ゴミ処理施設の近くか。おいでなすったぜ。ザコがいくら来たってよ。あれはなんだこいつら。ワイヤードールシステムだ。あ、人間の脳をコンピューターにつないで制御、その能力を最大限に引き出すシステムさ。これさえ完成すればみんなを守れる。みんなをね。やろう、本当に完成させやがった。なるほど。ってことはこいつら全員奴の操り人形ってわけか。その通り。正確にはマクベスのマザーコンピューターのだがな。てめえ、不動拓磨、通称悟りの不動。昔俺が奪い合いやってた頃の同業者。己の欲望のためだけに生きる人間の醜い部分だけを集めたような最悪の男だが、強え。それだけは確か。会いたかったぜ、御堂。あん時は世話になったな。おかげでこのざまだ。無限女性のギミック。ま、俺にはこいつの方が性に合ってるがな。おめえがマクベスの下にいるとはな。下にいるわけじゃねえ。奴が俺を必要とした、それだけだ。ほう、寂しがり屋のパソコン坊やはよく吠える犬が欲しかったってか。うん、俺を怒らせ隙をついて邪眼をかけるつもりだったのだろうが、その手には二度と乗らん。うずくんだよ、御堂。おめえを倒してって俺の欲がうずくんだ。なんて奴らだ。あの様子じゃ二人とも交差した瞬間に三連打は繰り出している。だが俺に見えたのは最初の一撃のみ。もしれ、見せてもらうぜ、御堂バン。てめえの本気ってやつをよ。僕は少し休ませてもらう。え、すでに答えは出ている。見ている必要もない。指揮を頼むよ、桜。せえ、一人一人は問題じゃねえが、こう数が多いと。くそ、忘れてはいまい、御堂。邪眼は俺には使えんことを。エクバイト。今のはワンセコンドだ。おい、ヘビ野郎、もったいぶってねえで早く邪眼を使いやがれ。うっせえよ。この野郎の悟りには邪眼は使えねえんだ。悟り、まさか。そのまさかだ。あいつは一瞬先にこっちのやろうとしてることを読み上がるのさ。ワンセコンドで1秒先、ツーセコンドで2秒先。下手に邪眼をかけようなんて思ったのさえも、集中したその瞬間やられちまうってわけさ。分かってんじゃねえか。数セカンド。リード。次は3セコンドだ。このムチ、オランブトーベ。まさかエミシハルキ。やい、不動、我は来たれり、シド君を助けにあっちから。なんだ、周りが見えんのか、エミシ。お前一人増えたところで50人のワイヤードールとこの俺を相手に。50人のワイヤードール、んなもんどこにいるんだよ。ふん、まあいい、勝負はお預けだ。だが、御堂、いずれお前は倒す。必ず。必ずだ。シド君、帰ってきたんやね、シド君。相変わらずだな、おめえは。シド君は少し変わったね。昔やったらこんな風に寄ってきたら思いっきりどつかれとったのに。そうか。おい、猿回し、何なんだそのふざけた野郎はよ。エミシハルキ、元ボルツのメンバーだ。どうも、今仲間とレジスタンスやってます。レジスタンス、もちマクベスへの抵抗運動。そりゃあ心強い。
こんな笑い野郎のどこがだよ。こいつ腕は立つんだぜ。ボルツ時代、俺ら四天王とバトルだけならタメを張ると言われてたんだ。戦った相手はあっという間にあの鞭で血まみれよ。で、ついたあだ名が血しぶきに笑う男、鮮血のジョーカー。よろしゅう。